無理やりな演出で不快。タレントの吉木里沙が授乳しながら番組収録に挑んだことを明かし、インターネットから多くのドン引きの声が寄せられている。吉木は29日にブログを更新し、社会派バラエティ番組コモンセンスのレギュラーになったことを報告した。常識を疑え。また第2回目の放送にちなみ、授乳しながら喋れましたと、授乳ケープを着て子供を抱っこしている写真を公開した。吉木によると、オファーを受けた際、幼い子供2人を東京に残していくことが難しく、収録現場に子供を連れていくことは可能ですかと尋ねたところ、番組側が快く許可してくれたそうです。俳優の和田正人さんを夫に持つ吉木さんは、2007年10月に第1子、昨年10月に第2子の出産を報告しました。第1子が休憩中にぐずり始めた時、スタッフから、授乳中に喋ったらどうですか、と言われたそうです。授乳中に話してもいいという常識を提唱しませんか?と、授乳中の収録は実現したそうです。吉木は授乳しながらトークショーに出演したタレントは日本で初めてだと思いますと書き込んだ。この投稿にネット上では、すごいと思う、母乳育児は恥ずかしくないってことかなといったコメントが寄せられたが、一方で赤ちゃんが乳首を吸う姿に興奮する人がいることを知るべき、はっきり言って母乳育児は高嶺の花、見ていて落ち着かないという反応しかなかったのですが、不自然で無理やりな演出が不快でした。私の動画をご覧いただきありがとうございます。私のチャンネルに登録すると最新の動画が届きます。